さ、ロマサガレースやっていきますということで、佐賀県コラボね、第3弾、今回ラベール編ですね。ちなみに前回不要編するって言ったんですけど、石がたくさんあるとどうしても引いちゃうんですよね。不意にちょっと単発で SS 出るまでチャレンジしたら、不要が出ました。今回ラベール編。ラベールのドットなんか今までの中ではいいような感じするけどね。3点。ミスティね、SS まだ一体持ってないです。ミスティいいドットいいですね、4点。もともとなんか和装みたいな感じですからね。ヨハンのドットはね、これで素晴らしいと思います。5点。ヨハンはね、ドットですごいいいの多いよね。イラスト。なんか女の子の時はよくこの人のパターンが多い。3点。ミスティ。まあ3点。ヨハン。まあ3点。総じて、可もなく不可もなくっていう感じで。これ今ね、多分、開催された瞬間なんで、攻略サイトも多分まだ、更新されてないと思うんで見てないんで、まあ、性能を見ます。わ、ラベールいいですね。いや、このラベール欲しいな。まあ、前回の動画でね、ちょっと幻灯上に弓と斧のね、強いキャラクターが自分一切持ってなくて、このラベールいたら多分弓の難度相当下がりますね。一気に全部クリアできるんじゃないかな。いや、性能的にはね、このラベール欲しいっすね。幻灯上だけを考えるならね。まあでも高難度っていう意味で考えても、このラベールは使いやすいですね。かなり使いやすい。優秀。このスキル3もいいですね。いや、このラベール結構ね、重要度高いと思いますよ。まあ、ミスティはね、一番自傷系好きじゃないんですよ。まあ別にね、まあ対術キャラのね、まあ、最新スタイルはみんな強いんでね、強いの持てなかったらね、最新のね、全然使っていいんじゃないですかって感じですよね。まあいらないかな。ヨハン面白そうですね。まあ、剣はね、強スタイル多すぎますからね。まあ、全然必須級じゃないし、あれなんですけど。まあ、普通にこのスキル2個目のね、ダメージブロック4回。トータル8回。これ普通に強いと思いますしね。まあ、自分はもう、ためのキャラクターってね、使ってない、ほぼ使わないんで、むしろ使ったことないレベルなんでね。まあ、よくわかってないんですけど。ため状態にするカウント1ってことはさ、一旦お休み？それとももう次のターンに行けちゃうの？ちょっとわかんないですけど、次のターン行けちゃうんであればね。かなりいいっすよね。ちょっとそこら辺一回ね、もしヨハン抜けたら、ちょっと一回検証してみたいね。ため攻撃。まあ、自分ヨハンね、好きなんでね、まあ、欲しいとこですか。剣に関してはね、ちょっと強いの多すぎて、まあ、別にこのヨハンがいないといけないっていうのはね、ないと思いますが、さっきのミスティと一緒でね、まあ、全然剣のね、強スタイル持ってない人はね、全然普通に最新スタイルですからね、入ってくるんじゃないかなと思います。まあ、自分が昔から言っているね、幻灯上みたいに武器種じゃなくて、シリーズのね、高難度が来ると思うんですけど、なかなか来ませんね。まあ、そういうのが来たときは、まあこのヨハンはね、刺さるでしょうね。いや、このラベールはね、ぜひとも欲しいところです。まあ、弓はね、幻灯上ね、全部20回止まりなんで、このラベールもしゲットできたら、多分一気に全部クリアできるようになると思います。さあ行きましょう。280連爆死して以降ね、課金しなくなった今のガチャルールはマックス30連でね、何かしらのね、新キャラ出たら終わりっていうルールなんで、だこのラベールはね、ちょっと幻灯上抜きで考えても、ちょっと抑えておきたい気持ちがあるかな。前回の不要品やらなきゃよかったな。失敗した。なんでこう我慢できないんだろうね。急に通信が悪くなった。まあ、10連目はね、まあ、いつも爆死ですから。お、まさかのピックアップ外から神様。さあ20連目いきます。いや厳しいね。お、まさかのヨハン無演出だからちょっとスキップしたんですが、まさかのヨハンです。嬉しい。ただね、ラベル欲しい。本当にラベルが欲しい。いや、このラベル引ければね、幻灯上クリアできるのよ。いや、ヨハン嬉しいけどね。もう10連だけいきます。
れてないか。ちょっといきます。今回ちょっと頑張ります。自分はどんなあれでも50連まではね、50連以上はやらないんで、ちょっと50連まではね、行こうと思います。頼む。まあ、これで本当に終わりです。頼む、ラベル。これはあれだね、どっちだ、モニカじゃないかな、フォルネウスかな、どっちだろう、フォルネウスですね、持ってるやつだ。いや最近さ、 SS2 体引き本当にしなくなったよね。あ、ダメだ、ダメですね。いやー、ちょっと悔しいですけどね。いや、このラベールはね、相当強いと思いますよ。回避まで持ってるしね。自己回復の味方全体回復。えぐいね。いや、このラベール強いよね。スキルにもスキル差も相当強いですしね。味方全体をオーバードライブってさ、これやばいじゃないですか。あのワグナスのさ、あの張り切りと合わせて使ったらさ、もう回復しまくりっすよね。もう極小といえどもね、もう1000以上回復できちゃうんじゃない？張り切りとこのラベールのスキルで。まあ、そんな感じで。まあ、ちょっとね、ラベールね、結構欲しい気持ち強いですけど。まあ、とりあえずね、次のあの、ガチャね、今回の第3弾で終わりかわかんないですけど、一旦ね、ここで終了しようかなと思います。そんな感じで。とりあえずね、50連で4班ということで。まあ、悪くはないけど、ラベールが欲しかったなって感じかな。そんな感じで。どうもありがとうございました。